私がその仕事を選んだ一番の理由は、販売と違って土日が休みだったから。平日は学校とバイトで会えない庄司と、一緒にいられる時間を少しでも増やせると思ったから。京介、お前浮気したことある？やったのか、幸子と。被告人は質問にだけ答えるように。被告人はお前だ。したことねえよ、浮気なんか。嘘つけ！お前は高3の時、何人もの女に同時期に手を出すようなろくでなしだったじゃねえか。そうだっけ？しらばっくれるな。俺は知っている。クラブで知り合った女子大生、バイクで事故って運ばれた先の病院の看護婦、6組のためなの姉ちゃん。よく覚えてんな。そんなに羨ましかったんか。とにかくそんな前科のある鬼畜なお前が浮気しないわけねえ。そんなに欲しいか、仲間が。しかし懐かしいな。あれは俺の人生最大のモテ期だったな。最近全然モテないしな。じゃあモテたら浮気するんだな。しねえよ。なんで？純子が怖いから。ああ怖いよな、純子って。元ヤンだけに。純子を失うのが怖いから。お勘定お願い。毎度。それが超ムカつく女がいてさ。なんていうの、ああいうの。おつぼね。小松さん、あなたお茶もろくに入れられないのね。そんなんじゃお嫁に行けないわよ。生き遅れてんのはてめえだっつーの、坂上38歳どうしたの庄司、なんか今日ノリ悪くない？いや、お前さ、てめえとか言うなよ。同居人の口の悪さが映ったんじゃねえの？だってムカつくんだもん。弱小出版のくせに雑用だけは山のようにあってさ。超こき使われるし、定時には帰れないし、校了前だからとかって昨日も今日も土日なのに出社させられるし、何が週休2日よ。もうやだ、やめたい。じゃあやめれば？そんな簡単に言わないでよ。お前がやめたいって言ったんじゃん。だってそういうわけにもいかないよ。まだ勤め始めて1週間も経ってないし、もし辞めてもまたすぐ次の仕事が見つかるとは限らないし、でも働かないと生活できないし。じゃあしょうがねえじゃん。そりゃ庄司はいいよね。なんだかんだ言ってものんきな大学生だし、仕送りだってもらってるし、パソコン買ったり無駄遣いしなきゃ食べるのに困ったりはしないんでしょ。最悪だ。なんで私ってこうなんだろう。
庄司の前だと、いまいち可愛い女になりきれない。うち来いよって言ってくれないと仲直りできない。上がってく？ナナなら多分バイトでいないし。いや、いい。お前明日も仕事で早いんだろ。おやすみ。怒ってるくせに愛想笑いなんかしないでよ。はっきり言ってくれないと謝れない。小松さん、いつまでハガキ整理してるのよ。ほんとトロいわね、あなたって。はい、すいません坂上さん。ある意味気持ちいいわ、この女。はっきりしててムカつくけど。私が勤め始めたその出版社は都心の雑居ビルのワンフロアにあって、二十歳前後の男女をターゲットに情報誌を出している小さな会社でした。読者と同世代でミーハーな私にはぴったりの職場かもしれないと意気込んでいたのですが、私の編集部の仕事はというと、掃除、お茶組み、コピー取り、原稿取り、その他もろもろ。雑誌の内容とは全く関係ない簡単な駒使いばかりでした。しかもそれが途切れることなく超ハード。知った。明日からもう少し低いヒールにしよう。編集長、野口先生のイラストの原稿です。おお、ご苦労さん。ナナちゃん、今夜一杯どう？困ります。編集長はセクハラ入ってるし、もう少しゆっくり。社員は枯れた親父ばっかだし。ナナチン、コーヒー入れて。若いのがいてもあんなだし、せめて寝癖直せよ。本田25歳。小松さん、あなたコピーもまともに取れないの？全部歪んでるじゃないの。すいませんね、電車は混んでるし。私は一体何を楽しみにこの職場に来ればいいの？もうクタクタだ。なんで7階建てなのにエレベーターがないの？なんでなの？ああ、それで家賃が安いのね。ただいま。ハチ子！何？眩しすぎるよ、笑顔が。ライブだライブ。下北のライブハウスでやるイベントに穴が開いて出させてもらうことになったんだ。5月5日持ち時間30分。イエーイ。泣くなハチ子、今日は飲むぞ。ねえ、聞いた？5月5日の子供の日ね、お子様ランチに立てる旗を鯉のぼりにするんだって。ほら見て、かわいいでしょ。すっげえよくできてる。いいな。欲しいんだ。おい、ちょっぴり。でもあげないよ。これは店長が誕生日プレゼントにくれたんだもん。え、お前誕生日だったの？早く言えよ、そういうことは。違うよ、誕生日は子供の日なの。当日私バイト入ってないから見れなくて残念だなって言ったら、店長がプレゼント兼ねてくれたの。ああ、なんだ。いつかなら俺も夕方上がりだから夜一緒にお祝いしよっか。本当？プレゼント何がいい？ちまきとか。好きだよ、ちまき。庄司、携帯。ああ、ごめん、切り忘れてた。出た方がいいよ。ああ、どうも。彼女からでしょ。そんないつも出ないでいたら怪しまれるよ。私外出てるから。ああ、それなら俺が。もう何やってんだ俺、最低。もしもし。庄司、起きてた？あのね、ナナのバンドの初ライブが決まったの。
そうなんだ。それはよかったな。5月5日の夜8時からなんだけど来れる？え、5日？ごめん、5日はちょっと。え、ダメなの？バイト？ああ、そんな、なんとかならないの？いや、ほら、祭日は人が混むし休めないんだ。ほんとごめん、また今度な。うん。子供の日は一緒に豆まきしような。それは節分だよ、庄司。何見てんの？気が散るじゃない。いや、いい女がいるなと思ったら純子だった。は？今さら口説いても何も出ないよ。別に何もいらねえよ、お前さえそこにいてくれれば。どうしたの？食当たり？言い忘れてたけど冷蔵庫の中の卵は古いよ。いやさ、なんで人の心は移ろいゆくんだろうかとか、そういうことばっか考えてたら切なくてね。へえ。6組の田村の姉ちゃんのことなんて庄司に言われるまで思い出しもしなかったし。6組の田村？他の女はともかく結構マジで惚れてたのに、からかわれてただけと知った時はマジ傷ついたな。何それ、ベタな青春送ってんね、甘酸っぱ。庄司さ、あいつもどうしようもねえわ。何が？まさか庄司のやつたちこと。あいつはさ、俺の知る限り浮気なんてできるやつじゃねえんだ、いろんな意味で。私の知る限りでもそうだよ。ありゃ浮気っつうより本気じゃん。あいつマジで幸子に惚れてんだよ。理性もモラルも踏み越えちまうくらい。どうしようもねえよ。ナナのことはどうすんの？どうすんだろうね。別にナナのことだってなんだかんだ言って嫌っちゃいねえだろうし、情も映ってるだろうし。でもそういうのははっきりしてあげないと。ナナも幸子もどっちもかわいそうじゃん。そうだけど、それはお前の価値観だって。幸子のことはよく知らねえけど、ナナはどうだろうね。バレなきゃ二股かけられようが、庄司の存在は必要かもよ。そのうち庄司のほとぼりが冷める可能性もあるわけだし。そんなの全然納得いかない。でもちょっと想像してみろよ、いきなり庄司に捨てられるナナを。怖いよな、手首切るかもしんねえな。庄司はナナにバレないようにちゃんとうまくやってんでしょうね。いや、それもどうかな。マジ怖えな。ナナです。ジュンちゃん久しぶり、どうしたの？あ、ナナ今仕事中だよね、大丈夫？うん、全然平気、交流終わったし結構平和。ほら、あんたメールくれたじゃん、同居人のライブのこと。あ、うん、今度の土曜これぞ。うん、京介と行くから詳しい場所を教えてよ。じゃあ3人で一緒に行こうよ。え、3人って庄司は？庄司はバイトで来れないって。ねえ純ちゃん、庄司さ、なんか最近ちょっと変じゃない？何が？なんとなく。そっかな、別に変わんないよ。でも何気に私避けられてる気がするんだけど。そんなことないって、気のせいだよ。でも庄司、私のこと本気でうんざりしてそうだし。いや、ほら、あんた忙しさにかまけてるのが良くないんだよ。無理してでも会う時間作った方がいいんじゃないの？そういうけなげな一面見せればきっと庄司も思い直し、見直してくれるよ。そっか、そうだね、けなげな一面か。うん、頑張るよ。ありがとう、また連絡するね。もう何サボってるんですか坂上さん、ちゃんと仕事してください。なんて私が庄司のフォローしなきゃなんないのよ、こんなの絶対間違ってる。でもお金どうすれば。ありがとうございました。
庄司来ちゃった。ごめんね、急に押しかけて。はじめまして、僕ベースのシンです。ハチのやつが庄司に会いたいってうるさくてさ、わざわざ来てやったんだからおごれよ。じゃあお席にご案内しますので。してして、こちらへどうぞ。やだ、あっちの窓際がいい。いいじゃねえか、どこでも。いらっしゃいませ。あれ、庄司は？水でも取りに行ってんじゃねえの。おとなしく座ってろって。かっこいいですね、ナナさんの彼氏。制服似合ってるし。でしょ、でも喋るとバカなの。そればっか。何やってるの、河村さん。すいません、申し訳ありません。あ、手で触ったら危ないよ。道具持ってくるから。血が出てるよ、大丈夫？これハンカチ、すいません。いいよいいよ、あげるから気にしないで。でも、それより早く手当てした方がいいよ。ごめんなさい。川村さん、何泣いてるの、しっかりしてよ。もう私が出しとくから奥行ってて。お騒がせして申し訳ありません、お客様。いえいえ、お気になさらずに。優しいね、ハチ子。ちょっと見直したわ。いや、実は私も昔ファミレスでバイトしてたことあって、ああいうドジ人事とは思えないんだよ。うん、ハチならもっとひどいことやりそうだね。え、何をそれ。また逃げてしまった。隠れてどうすんだ俺。こんなの普通に予想できたことじゃねえか。まあナナは気づかないにしても、サチコは気づくかもな。ナナは騒がしいしな。どうかナナがおとなしくしててくれますように。本気でろくでもねえな俺。自己嫌悪で吐きそうだ。サチコ。もうやめよう、庄司。可愛くて優しくてすごく素敵な彼女じゃない。あいつと何かあった？大丈夫だから、彼女は何も気づいてないと思うから。傷つけないうちにやめよう。ごめんね、庄司。私がしつこくつきまとったりしなければこんなことにはならなかったのにね。そうじゃねえよ。でもこのままだと私、庄司のことをきっと困らせるばかりだよ。そんなことねえよ。私も苦しくなるばっかりだよ。こんなの誰も幸せになれないよ。彼女のこと大切にしてあげて。やっぱり口にピアスを開けると食べにくいですね。ざまあ見ろ。しんちゃんってば、日に日にピアスの数が増えてると思って見てたら、とうとうそんなところにまで。せっかくの美しい顔にきっとキスもしにくいよ、それ。いえ、それは大丈夫でした。シン、てめえ誰とチューしたんだ、ノブか。ノブさんはそういう趣味の人なんですか。そうなの。いや違うけど、こいつがそうなのかと思って。僕はストレートですよ。ねえしんちゃん、しんちゃんはこのままずっとノブのところで暮らすつもりなの？最近はノブさんのところにはたまにしか行ってませんよ。ご迷惑をおかけしたくないし。じゃあ家に帰ってたんだ。いいえ。じゃあどこで暮らしてんだよ。女の人のところ。お、点々と。
僕はまだ15だし、こんな身なりだし、仕事もろくに見つからないけど、そうやって暮らしていればお金に困らないということが分かったんです。世の中って意外とちょろいですね。シン、お前天性のろくでなしだ。ろくでなし？つうかいつか女に殺されるぞ。お姉さんは悲しい。ナナ、もう庄司ってばどこでサボってたの？お前この後何か予定ある？うん、明日から会社も4連休だし、バイト終わるまで待ってるよ。待たなくていいから。え？後で家行っていい？話があるんだ。あの夜、もしもナナが一緒にいてくれなかったら、私は身投げして多摩川の底に沈んでたと思う。本気でそう思う。 Travel to love